こんにちは。本日は講演の時間です。先週からチャレンジできる人間になる方法というテーマでお話を進めておりますが、今週はその第2回目ですね。第2回目は、読めないかもしれませんけど、小さなチャレンジを積み重ねる、これが第2回目のテーマですね。これはですね、とても大事です。私もこういうことがその大きなチャレンジにつながるって昔は思っていなかったんですけど、今私がいろいろと、比較的大きなチャレンジができるようになる根本は、基本はこれだと思うんですね。小さなチャレンジを積み重ねる。例えばですよ、小さなチャレンジってどういうことかというと、いつもそうだな、お昼はお蕎麦屋さんに行くと。で、いつも月見そばを食べていて、そこではもう月見そばしか食べない、食べていないけど、たまには、親子丼にしてみるとかね。そういう、お昼ご飯でをちょっと変えてみるとか、いつもそうだな、青系白系の服しか着ていない、買ってないっていう人が、思い切って赤を買ってみる、赤を着てみるとかね、それからレストランに行って今まで食べたことがない、知らないものがメニューになってて、それをあえて食べてみるとかね、そんなのチャレンジって言えるのって思うかもしれませんけれども、チャレンジなんですよこれが。チャレンジというよりはそれ好奇心じゃないのっていう感じですよね。そうなんです。でも好奇心を旺盛にすることって大きなチャレンジができるようになる第一歩だと私は思うんですよね。変な例えですけど、手押し車をね、こう少し段差のあるところを上げようとするじゃないですか。で、例えばいきなりすぐそばに30センチぐらいの段差があったら、それをこうワッて上げるの結構大変ですよ。30センチの段差だとちょっとなかなか押し上げられない。でも例えば 2,3 センチの段差だったらすぐ上げられますよね。で、 2,3 センチの段差をがずっとこう続いてて、そのなだらかな坂を、この2、3センチの段差をいつもね、こうだん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 ってこういつも上げてったら、その先に30センチぐらいの段差があったとしても、ダーンってそのまま押し出せるかもしれません。そうやってすごく小さなチャレンジをいつも積み重ねている、そういう癖をつけていると、その大きなチャレンジが来た時にも、それをこうクリアできるんじゃないかなって思うんです。その冒険しない、いつも同じ、いいんだよ、俺はそれでいいんだよみたいな、ことなのかもしれませんけど、確かにそれでいいのかもしれませんよ。いつも月見そばでもままでもいいかもしれないんだけど、それをこう少しね、いろんなメニュー冒険していろんなメニュー変えてみる、ちょっとこういつもとその学校だの会社に向かうルートを変えてみるとかね、それちょっとしたその冒険心、こんなちょっとのチャレンジ、好奇心への刺激っていうのが、やがてやってくる大きなチャレンジに
必ず結びつくと思うので、少しそういったこと、いつも同じだなと思うこと、思い当たることがあったら、何か小さなチャレンジっていうのに変えてみていただけると、やがて大きなチャレンジにそれがつながっていくと思いますので、少しお試しいただけたらよいかなと思います。本日のお話いかがでしたでしょうか。穴澤裕介でした。